自宅警備員とプリントされた、ジャージ自宅警備員とは、引きこもりやニート、自宅にずっといることを意味する日本のインターネットスラングである。発祥時期等は明確ではないが、2000年代後半には存在していたとみられ、ニチャンネルなどの電子掲示板から発祥したとされている。2007年12月14日に未来検索ブラジルによって開催された、 ネット流行語大賞では7位にランクインした。定職を持たずに自宅に留まることを自宅の常駐警備という社会に役立つ活動であるとユーモラスに読み書いたものである。作家の堀田淳二はインターネットの発達によって従来ならばつながりを持つことのなかった引きこもりと呼ばれる人々がネット社会に常駐しコミュニケーションを持つことで自虐的なユーマーを伴った。 自称が生まれたのではないかと述べている。他には、ホームガーディアン、一級在宅し代表小締役社長、職務法規員、閉鎖空間の新人、内交官などを名乗っている人もいるという。また、実際に、病気や、引きこもり等の問題があるわけではなく、単に、自宅で誰とも関わらずにいたという意味で使用される、場合もあるとされている。 自宅警備員の任務として自宅の警備に加えてインターネットの検閲や維持、コンビニエンスストアまでの道のりのパトロールなどがあり、日勤より夜勤を選ぶものが多い、過酷な勤務であるにもかかわらず賃金が低い、などとして語られることがある。実業家の平松孝さんは2008年にライブドアホールディングス代表取締役社長を退任後のインタビューで 自宅警備員に転職したと述べ、さらに自宅警備も楽ではない。愛犬も散歩させなくてはならないし、マリオカートのタイムアタックも新記録を出さなくてはならない。でって言う。と答えていた。2013年には一般のニュースメディアにおいても、引きこもりを自宅警備員と比喩する文章が掲載されている。自宅警備を行う人々が集まっているという。 名目の自宅警備隊 NEET というサークルも存在しており、スワットを意識したコスプレでイベントに参加するなどしている。また、自宅警備員という言葉が常実のような意味で用いられる以前に日本国外において治安が悪い一般人の自宅を警備するべく雇用した人間を自宅警備員と呼称して報道した前例がある。ありがとうございます。